の編集兼広報をやらせてもらっています、中村と申します。シェイクアートはですね、主に関西の美大生や芸大生を中心として成り立っている団体で、主な活動としては年に2回フリーペーパーを発行するということをやっています。で、本誌のコンセプトとして、美大生に発表の場をということで、若手作家さんとなどを中心に、本誌で紹介させてもらう企画をさせてもらったり、学生を応援している、全23号で紹介させていただいたんですけど、京都学生オークションなど、そういうものを紹介させていただいたり、アーティスト団体ですね、最新号の24号で紹介させていただいたボーイミーツアートさんなど、いろんな方々とお会いしたりしてお話をさせて、それをフリーペーパーにさせてもらってます。あ、本当そうですよね。シェイクアウトさんとは一度店舗の方で、編集長が、その時の編集長の方が活動発表していただいたんですけど、遡ると、塩さんから実は知ってて、ね、本当こう、2009年からやってると、本当老舗になってきて、ですよね。あと、割と長く。そうですよね。あと、フリーペーパーだけじゃなくて、イベントも結構積極的にされてるイメージがあるなっていうふうに僕は思ってます。そうですね。京都の都メッセの方で、ボーダーという、画仙堂さんという京都の画材屋さんとコラボさせてもらって、アートマルシェみたいなものをやらせてもらったり、その前はアクション展というものを都メッセでまたやらせてもらったりしてますね。本当にもうシェイクアウトね、結構 OB の方々が皆さんそれぞれ有名になっているので、いや、なんかプレッシャーもあるのかなと思いながら、今日は活動、なんかあれですかね、ちょっと映像的なものを流されるんですかね、なんかちょっとあれですけど、こんな感じでやっていくイメージで大丈夫ですか？あ、わかりました。とか特に。ですね。はい、わかりました。みません。はい。で、今、シェイクアウトって、まあ、ちょっと、参加されてる方の情報共有的なんですけど、やっぱり結構、代を重ねてきてると思うんですけど、今、何代目の編集部になるんですか、これは。今、11代目ですね。すごいよね。すごい。で、今、人数はちなみに何人ぐらいいてはるんですかね。人数、10人は超えてますね。20人ですね。いや、増えた、めちゃめちゃ増えましたね。増えましたね。そうですね。で、また新入生が入ってくるんで、もう少し増える予定ではあります。で、ちょっと時事的なお話なんですけど、他の学生団体さんとかで、コロナの影響で大学から結構集まらないようにとかいうのがあって、編集に結構支障をきたしてるっていうお話があるんですが、シェイクアウトさんとかっていうのは今、編集体制はどうなんですか？今は25号に向けての、企画を考えている段階なので、LINE の通話とか、スラックとかを使った連絡のやり取りで、今のところは集まらずにどうにかやっている状態ではありますね。なるほど。リモートワークは機能してるってことですね。そういう感じです。ただ、24号の設置がコロナの影響でできていなく、まだ皆さんの手元にはない状態になっていますね。公共の施設とかに置けないので。当店にフリーペーパーが送られてくるんですけど、やっぱり
寄せられたその送付書みたいな手紙のところに結構やっぱ意識されたお手紙みたいなのを書いていて、結構フリーペーパーを設置に行くのも結構気を使ったりっていうのはあったりとかします？その台が進んでいくごとになかなか置いてもらえないお店が増えてきたりして、新規開拓を行っていかないと、その自分たちで在庫を抱えていくことになってしまったりするので、ちょっと難しいなって思ってますね。まああれですよね、ちょっと学生団体あるあるというのをフリーペーパーのお店的な立場で言うと、代が変わって結構縁が切れちゃう結構ある、はい、なのでシェイカードさん、もしよければまた最新号よろしくお願いいたします。あ、お願いしますうちも来てないんでってこと。自分のところ私のところにも来ていなくてそうなんです。他のメンバーのところにはあるんですけど、自分もまだ最新号を手に取れていない状態なので悲しいですね。頑張って作ったのに現物がない。発行サイクルは、年何回でしたっけ？年に2回ですね、うん、夏と春に発行しています、大体、うん、なんで今おっしゃっているのはその春号のお話ですよね。あ、そうですね、春号が一応印刷して発行し終わった状態で配れないままで置いてあります。なんかこのインタビューも今日で4回目になるんですけども、うん、やっぱ春っていうとね、そのお花見とか結構外出とか、うん、そういうイメージがあったんで、結構皆さんイベントが中心になったりとか、うん、その結構やっぱり苦労してるなって感じがして、うん、シェイカードさん、ちなみに今回のその新刊はどういう特集だったんですか？新刊、まだそう、ちゃんと決める前にコロナの騒動が出てしまったので、とりあえず LINE でこの25号の会議をしているのを1回生に見てもらって、でそれでこういう感じで活動してるよっていうのを把握してもらった上で入ってもらうかどうかを考えてもらうっていう形にはなってますね。あ、なるほど、新入生に向けてっていうことですね、はい、なるほど。で、結構シェイコートさんって本当にあれですよね、やっぱり芸大生向けというかそういうイメージがあると思うんですけど、はい、割と今もいろんな大学の方が参加してるんですか？今は京都市立芸術大学と西安造形大学と京都精華大学と大阪教育大学の4つですね、うん、これも結構特徴ですよね。うちにも学生団体のフリーペーパー置いているんですけど、割とその自分の大学向け、大学ね、その内向きというか、例えば慶応大学であったりとか、どこでもいいんですけど、名前は割とそういうのがあるんだけど、シェイカードさんっていつも編集部が割と別の大学の方と一緒にやってますよね。そうですね、なんかインカレじゃないですけど、いろんな今日関西の芸大生が集まってやってます、ワイワイ。それやっぱりあれですか、モチベーションにもなると思うし、その出会いというか、いろんな大学の人と出会えるってあると思うんですけど、やりにくさっていうか、例えば、トラブルとかってもあったりとかする、トラブルは特には自分はまだ経験したことはないんですけど、その学校祭とかみんなが忙しい期間がそれぞれバラバラなんで、なかなか予定を合わせづらく話が進まないことがあったり、全員集まれないことがあったりして、その今どういうそのフリーペーパーを作るにあたって、その今どこまで進んでいるかっていうのが各々ちょっと把握しづらいなっていうのは感じてますね。でも逆に言えば、そういう状況なので
今の状況でもあのリモートワーク的に結構対応できてるっていうのもあるかもしれませんね、背景に。そうですね。あとなんか電話だったらあの直接現地で集まらなくてもいいので、うん、何か作業しながらでも参加できるので、割と参加率は会う時よりは高いかなって勝手に思ってます。マジか、まさかのオンライン対応してるよ。はい、で今あの参加されてる方にあの僕と、ね、シェイクアートさんの対談がいつまで続くねんっていうツッコミもあると思うんですが、ね、この40分は結構早いもので今14分なんですが、あと、長くとも10分ぐらいちょっと代表して話してるんですよ。あの決して皆さん邪魔してるつもりないんですけど、あの僕が話した後にあの今日参加されてる方であの直接であったりとか、まああのチャット等であのご質問していただくっていう流れになっているので、あの皆さんもご了承くださいってことを今共有しておきます。はい、であの僕としてみたらちょっと後半的な話なんですけど、あのシェイクアウトさんなので今11年目じゃないですか。そうですね。でやっぱりあのお立場とかも、まあ、その人数20人もいてたら本当ね、あのどこを代表するかって社会人があるあるで大変だと思うんですけど、今のそのメンバーで、あのもしくは個人としてあのシェイクアウトにあの関わっているモチベーションと、あと私が関わっている間にはこういうことしたいっていうこの新たなあの取り組みとか、なんかそういうのってあるんですか？そう、なんかもっといろんな人にシェイクを知ってもらいたいっていうのはありまして、関西だけではなく、その関西の美大生、芸大生の情報をあの全国の人に知ってもらえたら嬉しいなと。その今だとその関西だけで情報が止まってしまってる感じがあって、すごい個人的にすごく大好きで推してる作家さんとかも紹介しているのに、それがうまく広まらないのは悲しくて、もっといろんな人にいっぱい知ってもらいたいので、そういうことができたらいいなとは思ってますね。そこは、うん、すいません。あとなんかシェイクメンバーがどうしてもその陰から他の美大生芸大生を応援しているっていう形が多いので、そのシェイクメンバーも美大生芸大生なんで、その自分たちの作品とかもなんか少しずつアピールできたらいいかなと思ってますね。まあ、すごくわかる。そうだよね。そのシェイクアウトの編集部のメンバーってやっぱりこう裏方サポート側に待っていて、その自分たちの作品っていうのを、うん、シェイクアウトの編集部の、 あのメンバーの作品っていうのを僕の記憶では見たことがない気がする、サッシで。そうなんです、うん、そう、すごいすごい、あの先輩方でもすごい素晴らしい作品を作っているのに、それを紹介できないのがすごくもどかしくて、うん、それをどうにか世に出せたらいいなと自分思ってます。いや本当にフリーペーパーですからね。そこは僕逆に、まあ、なんだろう、逆に結構そういう、まあ、身内乗りというか、なんかやってもいいんじゃないかなと思ったんで、ぜひと思いました。であとその前半 の、 そのシェイクアウトのこう認知度、まあ、広報という役割もあるので当然だと思うんですけど、うん、あのそう聞きながら思い出していたのが、 あれですよ、あの皆さん知ってるかどうかわからないけど、今インフルエンサーでね、ニューヨーク在住とかしてる塩田先生がいるわけですよ、うん、でその人がなんか昔あのトランクに本当にシェイクアウトいっぱい詰めてギャラリーとか東京のギャラリー回ってたって話を、東京でギャラリーと喋ったことがあって、うん、そう、なんかあの僕の中ではまさかのってあったんだけど、いや結構本当にだからあの創世紀、ごめんなさいね、偉そうに言うんじゃないですよ、年の工具ですけど、いやなんかあのカオスな状況でなんかその始めた人が頑張ってた姿見てるんで、まあ、なんか今ってね、これはあの共通の話題だと思うんですけど、今あの文化芸術超大変じゃないですか、もう演劇、ね、そうですね、はい、だから逆に今ってチャンスかなと思っていて、うん、なんかその、困ってるっていうのは僕は全然あの困ってるのがいいとは思わないし、新型コロナがもうなかってしまいと思ってるんですけど、逆に結構仲間意識、共通の敵に対してなんかこうコラボしやすい時期だと思うので、うん、まあ、シェイクアウトさんもそのフリーペーパーだけじゃない活動って本当にされていると思うので、
なんか今こそこうコラボしていくっていうのもすごくタイミングいいんじゃないかなと思うんで、ね、なんかそういうこう、ね、これを機会に行った時に文化芸術系だとそこはもう飛ばせると思うので、なんかぜひそういうチャレンジ的なこともやってもらったらいいなと思いました。まあ、具体的にはだから本当だったらこう組みにくい人と実はあの声かけれる、ね、タイミングかもしれないし、例えばオンラインで、まあ、今ズームで僕とあのお話ししてるみたいに、なんかもうズームでちょっとこうインタビューをやってちょっとサイトの上げるなんかいろいろできると思うんで、なんかそんなそうですね、そうです、それ喋ってましたありがとうございます。いやいやもう全然あの期待してますと思いますよ。あ、大丈夫？あ、はい、大丈夫です。いや、ちょっとみんなに企画を話してみようかなと思います。今だからこそできる何か。あの、そう、だから今ってその、まあ、僕も実はあのこう見えてアート系の人たちも知り合いがいてるんですけど、うん、今ってそのやっぱり文化っていうものがとてもあの、なんだろうな、あの、逆に言えば、その、医療とか、その、うん、ね、その、インフラみたいなものは生活に必要で、文化っていうものは、よくも悪くも試されてるじゃないですか。うん、だから、ここで、逆にこう、シェイカーツさんとかが、今こそ文化は必要だって感じで、バーンと言ってくれると、うおーって盛り上げるんじゃないかな。すごい雑いですけど、ね、思うね。はい。あの、学生団体のフリーペーパーの方とお話しの今日は実はシリーズの中で初めてなんですけど、うん、あのやっぱりあのちょっとね乱暴なボールかもしれないですけど、やっぱり学生さんだからできることっていうのが今実は発揮できるんじゃないかなと思っているので、うん、シェクラさんにはぜひ期待してますよっていう言いたいなと。ありがとうございます。あの通りすがりのおっさんが言いましたっていうね